はいえー、速可塾の久保です。追加放送ですね。8月25日、20時30分ぐらいですかね、今ね。えっ、ー、と、利の方が310から450のあたりでできるよってことでお話ししたんですけど、私の場合ね、ちょっと町内会があったんで、さっき2時間ほど前に決済して出かけていったんで、えー、20ピップスぐらいのね、利益だったんですけども、えー、と450までロスカットライン、じゃないテイクプロフィットライン設けてらっしゃった方はね、450。 取れてたでしょねこれ、ヒゲのあたりとかで。で、最大値で利益取れてたと思うんですよ。で、これがまあ、私の FX ですよね。ここ、力点のところを超えたら、ここでね、再エントリーすると、ちょっと上ですよ。で、ここで、一旦、利学しましたね。うん、あの、上に行った分を。力点超えた分は、ここで利学して、で、再エントリーここでして、 まあ一番取れた方はこの距離を取れたんじゃないかなと思います。私の部屋はね、そんなに行かなかったですけどね、ちょっと町内会があったんで。まあでも310から450の間で決済すればね、いい感じでしょまあビビってね、早めにするのがいいんですけどもね。うんただまあ、あのー、テイクルブフィットラインを450でかけてた方っていうのはしっかり取れてたんだなと思います。えー、今回はね、綺麗に決まりましたね、えー。あの、なんとかトライアングル、ディセンディングトライアングル、アセンディングトライアングル、 いつもこれで、ね、どっちがどっちかね、迷っちゃうんですよね。<laughs> まだまだですね、私もね。えー、トライアングルの形ね、こういう風に取れてると思います。はい、おめでとうございます。こうですかね。まあ、どっから引くかにもよるんですけども、ぐおぐおぐおっと来て、上を突き破らないまんま、はい、最終的にはうちへ突き破っていったという形でございます。ずっとね、えー、相場解説した通りでございます。それではね、あの、あとは深追いしないように、今週はもうね、あのー、守り守りでいって、 この利益を確定させちゃいましょう。下手にね、勝負行くと、まあ、こんな考えをしては良くないんですけども。うん、でもやっぱりね、月末ってね、あのー、予想外の資金が入りやすいんで、特に今ほら、暗号通貨がね、あのー、利格の時なんですよ。今値段下がってるでしょ。で、一旦高値つけたのがぐっと下がったでしょ。あれはね、利格をしてその資金を、株式か有価証券か銀行口座か FX かに流れてると、 私は考えるんですよ。まあそうならないかもしれませんけどもね。なんかルイビトのバッグでも買ったのかもしれませんけども。うん、まあいろいろ想像すると面白いんですけどね。まあとにかく月末に近づくにつれ私はエントリーの回数を減らそうにしてるんで、今回これで私は最後だと思います。26,27,28とあと3日あるんですけども、正確には31日もね。うん、多分私は相場解説するけど、うん、エントリーしないんじゃないかなと思いますよね。エントリーするとしたら、うん、これもう、もうちょっとおまけしときましょうか。 エントリーするとしたらこうですよ。私の場合は。えっ、ー、と、ここの力点を相変わらず使うんですけども、これがね、こうなった時ですね。もう一回、この力点を超えて、n を書いて上昇していく波動がね、ズバッと突き抜けた時ですね。その時に、こっからエントリーしますね。倍で。えー、以上です。本当にありがとうございました。